山本由伸、ドジャースの球団記録を叩き出す。日本時間8日、ドジャースの山本由伸投手がタイマーリンズ戦に先発登板。5回まで1失点の素晴らしいピッチングで4勝目の権利を得たが、この試合で打ち立てた山本の記録が本当にエグすぎるとして話題となっている。山本は途中19球連続のストライクを奪うストライク先行のピッチングを披露。これは2000年に投球データ収集が始まって以来ドジャース初の記録とのことだ。山本はただ球が速いだけの技巧派ピッチャーだからな。開幕から1ヶ月ちょっと経ってだいぶ安定感出てきたね。開幕戦見て山本は通用しないとか言ってた山本アンチは今頃どうしてるのかな。山本と大谷でドジャース初の記録叩き出しまくってるの笑う。今季メジャールーキーの日本人が活躍しすぎてメジャーの試合見るの本当に面白い。低めの変化球も絶妙なところに投げてるね。こりゃ打てないわ。さすがは俺らの山本や。なんじぇ今球チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。